こんにちは。はい、まあダークライブイースターとルカリオブイースター、ちょっとお互いにそれっぽくて、まあ僕はリホくんなんですけど、はい、小林くんにちょっと使っていただいてね。いいぜ、はい、ぶち当ててみようかなと思います。勝負だ。うん、よろしくね。いい勝負になるのではないでしょうか。まあちょっとダークライに花持たせておきたいね。最初はグッといけぽい。はい、こうでしょ。成功。うわーい。よし、いいね。セブンドロー。今2回負けた。俺もしかして。そうです。いやでもね、ルカリオが、いやまあまあまあ、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダークライブ、うわー、スタートやんけ。俺それ何回やってもできんかったで、さっき。やっぱ嫌われてるんじゃないですか、ミュウに。くそハイパーボール、アクエネとボセ捨てますと。期待していいわ。これ読めたわ。期待していい。これね、上振り期待していいです。輝く月光が行く初手、こいつはもう早めに出せば出すほど隠し札が使えて強い。じゃあベンチ入り、スキル発動、隠し札、エネを1枚取らせして2枚引きます。アクエネ捨ててカード2枚。いいな、ありがとうございます。うぅ。いやでもいい。風船ダークライにつけておいて、はい、ダークライブイ出して、ダークパッチ使っていて、ちょっと手割り分本当はしたかったけど、まあダークパッチでなかったことにさせていただいて、でこれで終了ですよ。ごめん、風船張んないですよやっぱり。はい、シシシシ了解。クイックボールかな。はい、クイックボール回収。はい、クイックボール警戒を取らします。ルカリオ V。 はい、どうぞ。そのままベンチ入り。ベンチ入り了解。あ、まあ21さ、次飛んでくる。さんまさん、ちょっと聞くわ。飛んでくる、はっきり言っていい。はい、飛んでこないね。そうだね。リオルってことは3枚だもん。はい、飛んだらもう負けでいいわ。まあそうですね。終了。1枚足らない。あー、どのカードは、まあ、まあそっちか。了解了解。ポケモン入れ替え使用します。ダークライト下げて、月光が前に出して、こっちに風船の方が強いな。で、まあネオラント V なんですよ。で、博士で手札補充します。ほーん、V3 枚出すとは、ルカリオ相手に。まったく関係ないね。関係ないんだ。で、このまま、あだ博士使って、クリリトラッシュして。クリリン。あ、意外とエネ引けねえんだよ。了解了解。じゃあ、ここは隠し札使いましょう。はい、アクエネ捨ててカードに枚。強いね、意外とね。クイックボールでダークライ V 捨てて、はい、まあ、ここまで来たらガラルファイヤー V を。いいんすか、エネ貯めて。旦那さん、確かに。はい、いいんすか、貯めちゃって。ちょっと悩むわ。でもジャイアンは使っちゃおう。 4L 貯まったらもう全て破壊できますよ、28L で。そうね、だ3までだな。それじゃああんまり火力出ないよね。進化して、両方進化しちゃおう。はい、で、手張りもします。サイダーもらいに行くわ。これまずいな。で、まあパッチ打っちゃうとその連弾スターが28になるんで、逃げます。はい、で、じゃあダークライ前に出して OK。 じゃあ悪の波動で1234312の24、1枚。まずい、終わりです。まずいんだ。5は増えないって。いや、5は増えない。まあ、ジャークチャージの分残ってますけどね、ベンチ。いや、5は増えないっす。5は増えない。まあいいっすよ、じゃあ現実見たらリオルだわ。1枚引きます。はい、どうぞ。現実、あー、いいカード引いた。なるほど、助かる助かる。現実を見て、あー、強え、そのルカリオ。まあ、こいつはね、まあ、元からいたんですよ。了解了解。だからマリー言ってなかったんで。なるほどね。そう、ルカリオ V スター、はい、確かにこだわりベルト、はい、博士の研究。おー、いやー、マリー打つ予定だったけど、ケンちゃんだったら確かに続きそうならね、続きそうだね。とりあえずクイボは打つわ。はい、どうぞ。一旦多分ルカリオ V は置いといて、はいはいはい、4と、うん、まあ、置かないと始まんないね。まあ、アルセンス V にしとくか。そっちの方がいろいろ自己防止にもなるし、かける陶器、はい、そのまま使い1エネ貼るわ。はい、了解。え、ごめんなさい、ガッツイ始末ってあれ、トータイプにしかつけれない。いや、何年でもつけるんで。じゃあいいや、アルセス V スだ、ね、強いね。強いよ。いいカードだね。ありがとうございます。作ったのあなたじゃないっす。風船で、はい、いや、ソノルカリオがちょっとね、不穏だね。ダブルターボでいいんかな。ああ、まあ殴りに来ると、はい、はい、危な。ダブルターボのマイナス2じゃなかったら落ちてたわ。そう、ガッツ石松プラススマホロトムと手張り遠エネとかだったらちょっと嬉しかったんだけどね。まあ、上手ですよね、それは。そうかなぁ。いやー、来るね。はい、はい、で、じゃあファイティングエッジ24のベルトコミ27のマイナス20で25。うわ、危ねえ、ほんと1枚ほんと危ねえわ、それ。とりあえずトレコだな。で、効果でアクエネ回収して、ふんで、これの結果いかんによって決めるわ、うん、じゃあ隠し札でアクエネ捨ててカード2枚引きますよ。
ほう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 。いやこれね、ルカリオ食う線も考えたけど、はい、じゃあルカリオワンパンできるうちにしておきたい。ブネ博士捨てるんですこうか、ハイパーボールでボスのシルトガラルファイア捨てます。ダークライブ回収で、で多分これね、この番ね、スタービスのおかげもあって、うん、いけるわ。いけないと踏んでたんですか、私。でベルトつけてダークパッチ使用します。ほう、これでゴイン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 、うん、これはね、まあこっちでいいや。あー、ここでワンパンできなかったのが響いたか。まあそうだね、博士。うわあ、ごめんなさい、頼むぞ。オッケー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 、小林さんありがとうございます。クイックボールでアクエネス落とします。ほい、ガラルファイヤー。ジャエンの翼まだ使ってないです。ほう、使います。無理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 。じゃあ小林さん行きましょうか。決まっていきましょう。ガラルファイヤーウェイジャークチャージで2枚つけます。うわ、最悪じゃん。決まっていきましょう。やば。いやー、ようやくね、ダークライブイースターのいいところを見せれたよ。はぁ。では技宣言、俺たちは自由だ。スタービス残ってるからね、意味も分からず。じゃあ悪の波動、自分の場のポケモンについてる悪エネルギーの数かけ30追加なんで、12345678324279限なし。ストーン等じゃないね、下振れじゃん。まあこいつ落とせますよ、ルカリオで。下振れなんだけど、マジで一枚引きます。測ってきな、クロバット V。 はい、了解。もうこいつもう関係ないんで、まあそうですね、3枚引きます。どうぞ。スマホ、はいはい、上に当たりたいね。いや当たんなかったらもう切れる。まだあるだろ、来いや。もう崩れたスタジアム、どうでもいいわ、ネオラント捨てるだけだから。そうだよな、それはもう、ま、もう本当に負けなんだよな、多分。ね、まあ黒、まあボスで負けになっちゃうね。ガッツ、はい、見せます。あ、それ表にしてください。はい、あ、はいはい、了解です。進化、あー、ハイパーボール、はい、火花もあるからね、一応。あ、そうなんだ、火花あるのか。ルカリオ V、 はい、了解。え、そのままスターバース買っちゃうわ、はい、まあまあ、はい、GX って書いてあるけど、この2枚で、はい、あ、キバナ君、なるほどね、キバナ君で、はい、基本等エネルギーをアルセウス V スター君につけて、V スター君、了解で、あ、そこでまあ食われるのか、手好きな形です、ね、まあダブルターボっすね、はい、了解。持ってきます。 OK で、逃げるおじさん、はい、逃げおじ使いますから。お、忘れてたよ俺、はい、なんのなさん、目ざといね、はい、そういうとこ目ざといね。そうですね、タケット、はい、了解です。で、アルセス V スターが前に出ますと、で、トリニティノバを打って倒して、はい、まあ関係ねえわ、スターバースも消えたし、はい、殴りじゃないとダメだから。了解、3枚貼っちゃおう。はい、サイド2枚、はい、了解、終了だよ。なるほど、まあ一旦ゲッコーからでいいっすよ。そのアルセスを食うべきなのか、まあ、アルセス食って最後ボスのタコを残しておくのが強いか。1枚いえ、先トレーニングコートで、はい、アクエネ回収して、はい、で隠し札使います、うん、捨てて2枚引くと、うん、どうでもいいね。で、ジャエン君使って1枚貼って、うん、ジャエン君、ジャエン君とりあえずクイックボールで、ダークライブイスターとらします。これは持ってきません、はい、とりあえずダークパッチは打っておきます、うん、アクエネ1枚手札にしたら、アクエネの、ね、集まりが意外と悪い。なるほどね、使ったなんで、学習ちゃん。クロバット出すわ、3枚引けますよ。うわ、全部アクエネだ。手張りしちゃいまーす。使っちゃおう、使いどころここしかねえわ。スタービス発動、たらしから好きなグッズを2枚まで相手に見せて手札に加える。ベルトとベルトとクイックボールで、はいはい、で、じゃあ、クイックボールで、アクエネ捨てて、はい、持ってきません。はい、で、ベルトを持たせますと。はい、そうすると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、300届いたね。逃げます。じゃあ、小林さん、本日もお疲れ様でした。まだ終わってないけどね。はい。じゃあ、高らかに宣言しよう。悪の波動。はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、300。俺はスターバースを使ったというのに、そっちはスターアービスか。俺は、なんだっけ、ウィスターのよくわからない波動スター、波動スターは使えなかったというのに。ほら、一枚引きます。お前も悪タイプになろう。いいのか、可能性はあるのか、はい、ルカリオ V、クイックボールで捨てます。ネオラント V 持ってきて、
そのままマリノスケダブルターボエネルギーとか、まあ、使わないからここら辺に貼って、はい、マリですね。ハゲるとうちも先ありますけど。ああそうですね。使ってかいやないんだろ確か。ない。了解です。いやーそっか俺ブースターパー使ったんだ。うん、まあいいや。マリはい。まあいいや。まあ了解です。まあいいや。どうせ負けや。まあそうですね。どうせ負けだからいいや。多めで負けです、ね。はい。どうせ負けてるんです。はい。ベルトあります。ベルト。はい、あ、そうっすか、はい、もう一回チャンスをくれません、ダンノさん投弱で、ファイティングナックで飛ばします。クソ弱ですクソーやじゃない勝ってるってことじゃん、じゃあもう隠し具だ今行きます。はい、ジャイアンの翼。はい、いや、せめてサイド取るべきだったか。お前、タケルトークとかなんか頑張って、まあ、もう関係ないんじゃないですか出せるとこまで打点いくつ出るかなんか興味があるわ。博士。はい。あ、まあここまででしたね。トレコ。エバリ。なかなか強いで効くんだね。ありがとうございます。じゃあ、うん、高らかに宣言しよう。悪の波動。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12なんで36。ありがとうございました。しゃ。あ、そっか、ボスでガラルファイアブイ食ったらワン…でもね、上がなかったんよ。そう、ダメだ。そうそうそう、ダメです、ダメです、ダメです。ダメだ、うん、結局、学習装置でこっち移動して、そうだな、1、2、3、4、5、6、7、8、9で飛んでます。あ、負けです。まあ、負けです。